いらっしゃいませ。 YouTube ユーザー洋風居酒屋エルクのクワタアメです。本日はですね、ヨシポンエアソフトのオーナーさんに来ていただきました。パチパチ、はい、吉田さんです。で、何のレビューかと言いますと、今日はこちらクロワタアメ専用カスタムエアガンです。で、こちらのレビューってこの間1回あげたんです。実はなんですけれども、僕の拙い説明じゃ全くもって伝わらないということだったんです。凄さがよくわからないみたいな。なので、何がこういいのかっていうところをしっかりレビューしていただいちゃおうと思います。では吉田さん、お願いします。はい、ありがとうございます。これはですね、クロワタ特別専用モデルですね。ペイントボールの銃をモチーフにしたあのような操作感の外観と合わせて究極のものを作ってほしいと、完全、特別オーダーですね。もともと YPA の方では極みモデルといって、静粛性とレスポンス、究極のレスポンス、それから命中精度のカスタム、内部カスタムを扱っているんですけども、それと特別に外装のカスタムを組み合わせた一品となっております。で、まあ、ちょっと独特なね、この斜めに構えるストックと、それからトリガーですね。これはもう自分の手で、曲げて角度を人間の手に合う曲げ方ですね、ちょっと自分なりに考えて再現してですね、ご本人に、まあ、OK いただいた形状となります。で、最近は G&G 純正でも似たようなタイプが、まあ、発売されるようなんですけれども、まあ、それよりも先駆けにね、まあ、こういうモデル作れたっていうのは、まあ、面白い仕事だったかなと感謝してます。で、まあ、動作の方ですね、はい、まあ、バレルはですね、まあ、これぐらい、200ないぐらいでしょうかね。ギリギリまで来てます。そうですね、まあ、その長さでもサイレンサーがなくても、このモデルはですね、かなり静かになっております。で、空打ちする音とですね、また弾を発射する音と実は全然違くてですね、ここではちょうどレンジがございますので、実射の音、トリガーの触ってから発射されるまでの時間、そういったものをですね、レビューしていただければと思ってます。性能としてはそうですね、静粛性、精度、レスポンス、これが最もサバゲで勝てる研究の結果を再現した、それが詰まってるカスタムとなります。以上となります。はい、ではまず実際に打ってみて、この間も見てもらったんですけれども、ここがこうすごいんだよっていうのを吉田さんと一緒に話していきたいと思いますんで、はい、こちらから撮ってもらおうかな。じゃあまずは、はい、これ吉田さんの球なんですけど、球は丸いの、はい、丸いの 0.25g を使ってます。丸いの 0.25g、 はい、はい、では吉田さんカスタム実写の方行ってみたいと思います。まずはこのセミオートですね、セミオートから行きます。まあ、このように、ね、まあ、35メートルだったら、まあ 100% 空き缶、まあ、でも一撃で当たるような。そうですね、こうなんか触れたらしっかり当たってく、まあ、そんな感じの、もうここの軽く触ったら出るようにしてもらったんですけど、そのまんまですよね、本当に。そうですね、プッって触れば出る、そんな感じですね。あとこの音ですよね。そうですね、サイレンサーないんですけれども、はい、このモデルは、まあ、うちのまだ中身は、ね、明かしてないんですが、はい、ピストンの打撃の音をですね、はい、消す工夫と、はい、メカボックス全体のイオンを出す部分、はい、全てに処置を施してこの静粛性を生み出しております。なるほど、はい、でフルオートにします。フルオートにすると、僕の場合はこれも前回の動画でもやったんですけど、まあ、2個出ます。
ですね。なのでフルオートのようにで打つことができる、このようにお願いをして作っていただきました。でもこの音ですよね、本当にすごい静かに本当これなんだろう、この音でわかるかな。実際ゲームで使ってみると、まずまず打ったのがわからないんですよ、ゲーム中って。意外とここだけのオレンジで聞くと、そんなに静かかなみたいな感じになるんですけど、実際ゲームで使ってみると、もうあれですよね、足音とかあるし、他の人の発砲音もあって、その中で打つと格段に静かだな。そうですね、やっぱりゲーム中となるといろんな人の声だとか、はい、あの風の音だとか、はい、あのいろんな音が混じってますから、その中に紛れた時に本当の進化を発揮する、特にね、人に打たれてみるとね、その凄さがね、わかるんですけども、まさにその感じだと思います。でもまあ人には貸したくないですよね。そうですね、まあ、打っていただくのはできるけど、やっぱりこうちょっと特殊な形状をしてるんで、実際構えるとこんなあんまりエアガンっぽくないような感じになっちゃうんですよね、まあ、こうか、僕こう思ってるんですけどね。でこう打っていくみたいなスタイルですね。はい、でも使った感じは本当に同じところに当たるっていう、カスタム銃特有の集団性の中でもかなり高いなと感じました。ありがとうございます、はい、そして静音性で自信を持ってというより、多分自信じゃないですね、確信です。確信を持って一発で当てられる。そうですね、はい、それを目標にしたセッティングと、はい、考案したですね、理論を再現したモデルなので、はい、やっぱりバイナリートリガーといって、はい、フロートポジションで引いて発射、離して発射、はい、このトリガーを選択したことについては意味があってですね、はい、もちろんご要望があったものを再現するためにもそれを取り入れたんですが、はい、つまり引いて発射、離して発射、それセミオートが2つ含まれてるんですね、はい、バーストでもフルオートでもそれって連射の方になるんですが、セミオートを早く打つ組み合わせ、それがすなわちそのままセミオートの精度を生かした精度を保った連射になると。なるほど、まあ、そういうわけでバイナリーでも、はい、あの精度を保って連射ができる。なるほど、そういう意図があって。そうですね、はい、まあ、僕自身も使ってて楽しいし、プラスその性能性というのも損なわれずに、そうですね。で、まあ、僕はこう気になるところなんですけれども、はい、こういったカスタムのお値段っておいくらぐらいからなんですか？一応ですね、はい、現行ではまあ、タイタンを含め、はい、フルコース、はい、カスタム内容だけで7万5000円いただいているんですけれども、はい、まあ、ちょっとですね、利益薄でかなり苦しいので、今後は少し8月以降はお値段少し上げさせていただこうかなと考えております。なるほど、わかりました、はい、ではなるべく早めにお願いをする方がいいかもしれないです ね、今月中に注文いただいた方は据え置きの7万5000円でお受けしてまして、はい、駆け込みでですね、申し込みが来ている状況ではございます。わかりました、はいはい、そんなわけでリンクは概要欄に、はい、概要欄、動画説明欄ですね、はい、付けさせていただきます。そちらから見ていただければと思います。そんなわけで、ヨシポンエアソフト YPA さんですね、の、クロワタメ専用カスタムモデルのご紹介でした。ね、吉田さんに話聞けてよかったです、はい、僕すげーしかこの間行ってなかったんで、いいありがとうございます。全然ございません、はい、また今後ともよろしくお願いします、はい、ではヨシポンエアソフトさんよろしくお願いします、はい、さよなら。この動画が面白いと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。